ジェスターセラです。さあ VR 上海ディズニーラン、夜景です。いきますよ。今日からも連続で、各テーマランドごとの夜景を皆さんに VR でお届けいたしたいと思います。まずはここミッキーアベニューから行ってみましょう。ミッキーアベニューから、この先、まあかなり早足で回らないでね、ちょっと時間もないんでねって感じなんですけど、パートナーズ像がパートナーズじゃねえのかな、これなんかすげえ砕けてんだよな。ほらロイかウォルトじゃねえのか、ウォルトだ。ああ見極めにしてたからこっちかな、こっちサイドかな。諸事情あって急いで回らなきゃいけないって、早歩きぐらいの感じになります。なのでそうだな、ゆっくり見たい人は速度を落として再生してくださいね。ここが、ダッフィー屋ですね、ミキラメのダッフィー屋。それから俺が痛い目を見たマーケットカフェがここです。ここはちょっとね、あの日本人にはおすすめできなかった感じです。日本人というか俺の好みに合わなかったです、ね、びっくりするぐらい合わなかったです。この中がね、この先がちょっといい感じの通りになってるっぽいんで、ここを見ていきましょうかね。これでぐるっと一周って感じです。そう、ワールドバザールがないんだよね、ミッキーアベニューになってるんですよね。まあここはね、夜は夜でいい感じですけども、まあこの後の各テーマランドどんな感じなのか、明日以降もお楽しみに。はい、というわけで、じゃあミッキーアベニューこんな感じでお送りいたしました。はい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 、スタート地点に戻ってきたね。はい、じゃあまた明日、次の夜景でお会いいたしましょう。ジェスターセラでした。さよなら。